伊予市立水小学校は1874年に愛媛県受け名ぐ城ょう灘村久保に開校した小学校。現在の建物は1932年に完成した学校で現在は2代目にあたり、当時上灘町長だった井上熊太郎が建築、近代海層として県内としては最古でもある。赤い屋根と中央2階に突き出た。 校長室や長い廊下が特徴である。旧裁縫室も残っており、今のお畳の教室が残る。校舎は2009年に、いよし指定有形文化財となり、庭にある、銀木製は1985年に、いよしの天然記念物に指定された。1987年から毎年開催されている、ホタル祭りの主会場でもある。週刊スピリッツの2004年9月20日号に、 堀北真貴のグラビア撮影に掲載し、全日本空輸の機内誌、翼の王国2007年2月号のシリーズ、雨の向こうに紹介された。2005年度には、環境省、学校エコ改修と、環境教育事業のモデル校に指定された。2015年に、俳優の加勢亮が出演している明治の、プロビオヨーグルト R-1 の CM に、休めない人、 愛媛県小学校編のロケで行った。いよし観光協会編、いいよぐるっと88、癒しの心、ふるさと、発見いよし観光協会、2009年3月、39ページ。ISBN 978から4から990万3975から0から0。伊予し指定文化財、建造物 AB e いよし観光協会編、いいよぐるっと88。 癒しの心、ふるさと、発見、予市観光協会、2009年3月、130ページ。ISBN 978から4から990万3975から0から0。癒し指定文化財、天然記念物予市観光協会編、いいよぐるっと88。癒しの心、ふるさと、発見、予市観光協会、2009年3月。 131ページ、ISBN 978から4から990万3975から0から0。Facebook 明治ホームページ、ありがとうございます。